さあ今回は茶臼山突破戦、前回道明寺の戦いでサスケ半蔵して対決が繰り広げられ、相打ちのような予想を呈していたと。で、それに伴いに後藤又兵衛も道明寺の戦いで討ち死に、木村重成は大阪城を守っていましたが討ち死に、そして好田兼助、前に幕府部一人で守っていた武将ですけど、同じく道明寺で討ち死にという豊臣方の武将が、ね、相次いで亡くなっていっています。今後もね、そのように亡くなっていくでしょう。中幸村は最後の最後までその勝者と共に戦い抜くというところで今回進めていきましょう。負けられぬ戦いがある。わあ、ちょっと待って、どっちか使おう。回避もいけるかな。武器あったっけ。いけるように行こう。見てて、乙女の心意気。最悪頑張ろう。非常にちょっとレベル差がね出てきちゃってるんですよね。では出陣いたします。はい、ブーンを祈ります。雪村、茶茶様はずっと大阪でしたね。この戦が終わればどこか行きたいところはありますか。え、そうですね、考えたこともありませんでしたけど、どこか暖かいところでのんびりしたいものです。いいですね、南国は私も行ったことがありません。いっそ薩摩など面白そうだ。これは伏線かもしれませんね。本当に。しからばごめん。はい。さて次の一手、大筒陣長忍者で襲撃、敵軍を偽情報で混乱、真田幸村が毛利勝長を鼓舞、堀田作兵衛が伊達政宗に一撃と。全部次の一手なんですけど。マジか。これ痛いんだけど。敵兵千人と松平忠直を無双撃撃破、久の一の体力一度も半分にさせずに日没までに勝利。急いで、しかも松平忠直とかいうやつを奥義で倒すっていうのがちょっと覚えてられるかな。本当に喋りながらやってると、ああこれ倒しちゃったみたいなのあるからね。別に意図的にやってるわけじゃなくて、本当にそいつが忠直であるかと気づくかが重要かな。この大軍を突破せねば徳川本陣にはたどり着けん。まず先に確認しようか、どこにいるか。今回まあただのっていうのはすごい大軍を率いてた武将なんだけど、青めっちゃ奥の方にいるな。目指すは街道先の突破口。まずあいつ殺してくるか。革命、そなたはここに残り雪村様の退路を守るのだ。はい、俺に任せてください。いや全然効かない。毛利勝長と合流し、茶臼山麓の敵を大きく化して、ま、後でやるわ。皆を守って討ち死ぬなんて似合わない。やばこれやばい。いや、死ぬほど食らわない。実にあの方らしい最後です。又兵衛殿こそ一代の豪傑でした。そうだね、又兵衛の死を忘れずに頑張っていこう。あ、風魔小太郎がいる。地味にいるんだけど。そう、敵兵千人っていうのも忘れちゃいけないね。ここで稼ごう。全然いないけどね。これぞ真田の戦ぶりよ。300人。ここで死ぬなよ。やめて。ちょ待って、ちょ、まあ待って。死ぬ。そこは危ない。雪村様より場数は踏んでおります。そう簡単にはくたばりませんぞ。あっちから湧いてくるんだ。あいつ戻ってきませんね。この大事な時にどこで油売ってんだか。サスケ、そなたの活躍を見ればいても立ってもいられなくなるのではないか。
そうですよね。よし、見てろ、サスケ。全然敵兵がいない。私も負けてらんない。もっと分けよう。雪村は茶臼山のあたりで奮戦中。大術で味方を支援するぞ。あー来たね、忍者出すよ。ボークね。を持ち出してきたか。鬼か、鬼打つのか。このままでは味方の被害が大きすぎる。なんで、回避に行かせましょう。急げ。待って待って、やったってやつって。任せといて。行くよ。こういう時こそ忍びにお任せ。そうだね、開けないで。さあ、敵大筒攻撃の威力半減。小賢しいマネー。散発的な砲撃では敵の脅威になどならん。もはや恐れることはありません。私が止めてみせます。マジで。こんなんじゃ肩慣らしにもなんないわ。どっから行くのこれ。大筒陣地を正面から攻めるは至難。あ、重氏、私が潜入し裏手の門を開け放ちましょう。あ、ナイス。真田の忍びが入り込んでいた。逃がすな。切れ。あ、討ち死に。早すぎる。なんてことだ。すまん。そう、真田のものまでも名を高め、全容疑で倒すぞ、こうなったら。見事なお働きと存ずる。次ぶっ飛ばされたいのはどいつ。お前を手柄にする。覚悟せよ。砲撃だったら多分こいつ死ぬよね。次ぶっ飛ばされたいのはどいつ。なんだかなったね。開けよう。とりあえず味方の支援どころか、この不始末我ながら情けない。よし、これで味方の被害を抑えられる。幕府軍先鋒を任された。あ、来た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 。お、断じてここは通さぬ。目の前にいる。開門。来た、これやったね。奥義でしか戦わないと思ったこいつは。オーケー。私の奥義で倒せの倒せる率非常に低いからな。ここは重要よ。今は引いてやる。開門。これだから2世は。私も負けてらんない。ちょ、まあ、やめろって。危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬって。ここは本当に危ないから。真田幸村が来るぞ。皆で取り囲んで撃ち取れ。それがいいと思う。ちょ、ま、いやいや、その指揮がやばいって。ここはちょ待ってね、これ危ないから引かせといて。引かせてもらうわ。ここで400人倒すの。マジか。なんと見事な。やるしかないな。あ、これこれ中心に突破できる。いいね。まず武将だけ倒しとこう。終わった。耐えきれん。引かせてもらう。極力くの市には戦わせないようにしないとな。俺ぞ真田の戦ぶりよ。雪村殿を討ち取ろうと敵の戦意は旺盛。何か策を講じねば苦しいことになりそうだ。もうやめろ、走行するな。コンボが止まる。北の長明の向かいの接近中です。敵だね。敵部隊ですね。よくからんが全部使おう。
痛い戦いの接近は好都合とも言える。長明殿が裏切ったと噂を流すの。あ、来た来た。これは地図でもあるようなんですね。さあ、その長明寝返りの噂に同様と。王の春名が ドラマ大河ドラマではね、これがかなり効いていたようだよね。もしこそこの戦の火だれぞ。お、春名が海道わしとて、あと15人待って。豊臣を思えばこそ誰か誰か、私が行こうじゃん。ちょっと待って、もう海姫解禁だね。東京の国などお目当てではない。道を開けよ。開けねえし。オーマイガー、開けだけでもしようか。突破までもう少しだ。お油断召されるな。出すぎじゃバカめ。チャウス山はもぬけの殻。長宗我部と明石を狙う絶好の機会じゃ。マサムネ何をする？伊達政宗と松平忠輝と片倉重長を撃破せよ。私にしかできないか。ちょっと待って、行く間戦っとこう。なんかできるんだけど。ご苦労、助かった。雪村の突撃で空いた隙を突かれてしまいました。作兵やれ。死ぬなよ。ないけど俺がやるしかないんだ。足軽風情が物陰に潜んでおったのか。お、政宗負傷。政宗様、俺ゲロ。あー、作兵。雪村様、お前役に立てたか。なんてことだ、また囲まれて討ち死に。倒すよ。どうやって行くのあれ。え、何、ね、あれは私が行かないとね。こっちからしか行けなくね。もともと味方に疑われてるから、みんなあっさり騙されたんじゃないの。お味方に疑われておればこそ惑わされる。身を慎まれよ。己言わせておけば。倒したよ。勝利を我が手に。もういいわ。大丈夫かな、大将やられそうな。残る相手は上杉勢か。よし、先を急ぐぞ。こたびこそ止める。申し訳ない。いかに影勝様のご覚悟であろうと、我が槍を折ることはできませぬ。ならば全身全霊で応えるのみ。金勝様、金継殿、ごめん。開門。よし、先を急ぐぞ。とりあえずちょっと全員に当ててヘイトを集めてからの降りて使ってランデブーだね。あ、日没まで、オッケー、間に合うじゃない。両方ともクリア後じゃないと分かんないね。まだあるな、倒してもいいってことは。使う？どうにか退けられました。チャチャ様のお手を煩わせ申し訳ございません。くの市がどうなるんだろう。あとは雪村殿が突破されることを願う。突破したよ。突破して引いてきたよ。もう一回行く？もう一回突破するか。勝利条件も東取りで。東取りさ、東取りどこ、そこ。ちょっと待って、つけばいいんだよ、あそこに。あそこ
ようと、さらに精進せよ。開門。聞かなくてよかった。我こそが天下無双の強者なり。あ、ここの奥突っ込めを勝てたんだ。オッケーオッケー。まあでも間に合ったからいいか。よし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 。勝永殿は茶々様をお守りし、大阪城にお戻りあり。雪村殿、それは何。この先は少数で突き進むのがよい。茶々様のことくれぐれもお頼みいたす。勝永は引くんだね。あ、これこれは多分違う武将とかだったかな。どうでしょうね。書いてないから違う。千人倒した。ただなお無双で倒した。くのいち、あ、くのいち知らない。そこは突破口を開いた。それで木村は仲間たちにチャチャと大阪城の守りを託し、徳川本陣へ向けて突撃すると。その核を受け止めるべく徳川不代の家臣、そして二大将軍徳川秀忠が立ちはだかる。来るか雪村。お、最後じゃないこれ。最後の戦が始まる。え、じゃあちょっと取ってくるよ。ただお前倒されるわ、挑発されるわ、いいことないな。踏ましちゃった。チャチャ様すみません。カイ、どうか無事に落ち延びて。相場の芯は使わないと。さあさて、今回終わりになるんですが、なんとかねこれも達成しましたけど、いって雪村がくのいちをこぶか。まあまあいいでしょう、全部使っていけるようにしたいと思います。じゃあ次回は天王寺口の戦い。ではでは。